始まった。俺はあの日。おー、すごいすごい。一応一回やったけどね。3DS で。奇妙なものに出会った。なんかすげえ懐かしい。超懐かしい。やっぱこれグラフィック綺麗になっとんよね。多分。昔のはあんまり覚えていないけども。うん。すごいな、アニメやんね。来た。よくあれ回そうと思うね。お金入れたら戻ってこんかもしれんや、あんなボロいやつ。はい、妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ。もう始まった？まだか、こっから？はい、ということで、今回からこの妖怪ウォッチ1、4、ニンテンドースイッチをやっていきたいと思います。一応ね、この妖怪ウォッチ1は、前にも一回やっとったんやけど、でも、スイッチじゃなくって、3DS 版のやつをしよったんよね、初期の。最初から始める。あれね、私、まだクリアしてなかったんよね。はい、女の子で行く。うん。女の子で行きます。多分グラフィック、綺麗になっとる。多分。主人公の名前を決めてください。他の人に見られても良い名前にしよう。はい。アユナと見られて困ることは何もないです。はい、アユナ。この内容でよろしいですか？性別女の子、名前、アユナ。あのね、3DS 版のやつね、クリアしてなかったんやけど、途中でデータが消えて、やってなかったけんさ。うん、スイッチ版で、安くなっとったけんね、やってみようかなと。この作品はフィクションです。実際に人物、地名、団体などには一切関係ありません。妖怪ウォッチは任天堂スイッチ本体の時計機能を使用しています。ま、設定の話ね。ふんふんふん。わかります。あれよね。3DS 版は、あれやん。上画面と下画面があったけんさ、多分その辺。てか、戦闘が結構変わってくるってことかな。なんかいろいろあったよね。あ、でも全然違うけど、全然違うけど、やっぱりあれか。妖怪ウォッチ4に比べたら、荒いんかな？どうなんやろ？わからん。わからん。じゃーん。すごい。すごい綺麗。こんなのどこで捕まえたの？まあね。へへー、すごいでしょ。僕んちの別荘の近くに森があってさ。そこには珍しい昆虫、つまりレア物がいるんだよね。捕まえるのは全部俺だけどな。アイナちゃんも夏休みの自由研究、昆虫採集じゃなかったっけ？え？うん、そうだけど。アイナちゃんは女の子なんだから、おとなしく他の研究にすればよかったのに。ま、庭の石めくってダンゴムシも集めればいいんじゃない？ムカつく。ちょっと言い過ぎだよ。ふん、私だって虫くらい自分で捕まえられるよ。無理しなくったっていいんだぜ。そうだよ、女の子なんだから。よし。女の子だってやるときはやるんだから。ま、無理しないで困ったときは俺たちを頼ってくれていいからさ。アイナちゃんなら僕たちも協力するって。なんか昔から思うようやけどさ、自由研究の昆虫採集とか工作とかって何も研究してなくない？そういうことじゃないんかな。ちょっとよくわからんねえけど。ただいま。だって昆虫採集って採集しよるだけやし、工作って工作しよるだけやん。よし。私もレアな虫をいっぱい取って、クマくんたちを見返してやるんだから。女の子らしい部屋だな。虫網を手に入れた。お、これで虫を捕まえてこいと。3DS 版も、あれか？ふみちゃんとケータで選べたんやったっけ、生物。でもレアな虫ってどこにいるのかな？私普通にケータ動かしよって気がするんやけど、気のせい？選べた？とりあえず、公園で探してみようかな。でもその前に、ママにちゃんと行き先を伝えておかなきゃ。ママ。移動の操作は L スティック。L スティックを動かした方向に移動するぞ。B ボタンを押したまま移動すると、ダッシュできるぞ。一階にいるお母さんのところに行って、話しかけてみよう。え、だってさ、これ、え、主人公、ふみちゃん側になったらさ、ジバニャン関係なくね？ウィスパーもおらんし。その辺は原作とは変わってくるってこと？あ、お母さん。ね、ママ、ちょっと虫取りに公園に行ってくるね。気をつけて行ってくるのよ。帰りが遅くならないようにね。うん、わかってる。そういえばいいな。昨日は夏休みの日記、ちゃんと書いたの？
夏休みの日記はまとめて書くものです。忘れてた。ちゃんと毎日書いておかないと後で思い出せなくなるわよ。ちゃんと書いておくよ。じゃあ行ってきます。はい、気をつけてね。だってさ、旅行に行く年もあれば旅行に行かん年もあったけんさ、旅行に行かん年やったらさ、書くことなくない？日記をつけてセーブしよう。メニューから日記でセーブ。あ、すごい、なんかちゃんとジャポニカみたいな感じ。メニューの日記を選ぶと、あ、そんなところまでの状態をセーブできるぞ。なんかさ、今年ジャポニカ学習帳の虫昆虫シリーズがなんか復帰するみたいな、復活するみたいな、一時的になくなっとること自体知らんかったんやけど。ゲームをやめるときは日記をつけるように心がけよう。三角公園で虫を見つけよう。三角公園。あ、行き先をちゃんと書いてくれるから助かる。え、最初だけやったそれ。ようこそ妖怪ワールド。最初はジバニャンとの出会いかな。公園行こうっと。あ、親切。地図の目的地を目指そう。迷子になる私にとってはね、ものすごく。てか自転車なくても、なんか今滑ったよ。自転車なくてもめっちゃ滑らんかった。めっちゃ速くない？あ、そっか。普通になんか、あつ森操作しよるくせでさ、こう立てて見れるって思ったけど、向こうが見えんかったわ。この角度じゃないと。よし、いっぱい虫を捕まえるぞ。よく探してみたら、公園だって一匹ぐらいはレアな虫がいるかも。公園の木に近づくと、虫眼鏡が現れます。レアな虫がいるか観察してみよう。別にここまで混んでもさ、家の近くの木とかでセミ捕まえたらいいんだね。公園の木を調べて虫を、あ、これね。虫いないかな、ま、あれ、虫じゃないかな。ウォッチモードで生き物探し。レンズで狙って捕まえろ。レンズが表示される場所を調べるとウォッチモードになるぞ。捕まえた虫にレンズを合わせてタイミングよく捕まえてみよう。あ、これさ、タッチペンとかじゃなくって、あれやん。ん？あ。タッチペンとかじゃなくって全部スティックとかになるけん、ちょっと、難しい。ちょっとね。ミンミンゼミを捕まえた。ここにはもう何もないみたいだ。全部の木調べる感じ？よし！もう全部の木を調べたかな？いっぱい虫はいたけど、レアなのは見つからなかったな。お。今のは？容器や。今虫顔が光ったような。気のせいかな。ん？男の子おらんくなっとるやん。レアな虫ってどこにいるのかな？そうだ！学校の用務員さんなら、レアな虫のことも何か知ってるかも。学校に行って話を聞いてみよっと。なぜ用務員さんなのか。学校の用務員さんに話を聞こう。そこはさ、普通理科の先生とかそういう感じじゃないの。ここどこ？なんかよくわからん場所に入ってきてしまった。小春保育園。ではなくて。ん？こっち側から行けたかな？こっちを、あ、行けた、よかった。大森山に向かうかと思ったわ。ヨムイさんどこ？あ、おったおった。おや、あゆなちゃんじゃないか。何か用かな？ヨムイさんに名前覚えられるって、あんまなくない？あんまってかなかなかないよね。仲いいんかな？レアな虫がどこにいるかって？そうだね。虫は自然がいっぱいのところに集まるから、大森山なんかに行ってみるといい。せっかくだからこれもあげよう。これを使うと虫を捕まえやすくなるよ。スーパークロミツを3個手に入れた。ああ。大森山の場所は分かってるかな？学校の裏から北にまっすぐ行った先だよ。じゃあ気をつけて行くんだよ。あんまり山奥まで行き過ぎないようにね。大森山でレアな虫を探してみよう。クロミツを塗ったらレアな虫が来るってこと？ちょ、待って、どこから出られる？あ、ここか。ガーガー、あ、こっちじゃない。全然違う土地に入っていきよった。よし、この辺りの木なら虫も寄ってきそうね。レアなのは見つけづらいところにいそうだから、じっくり探さなきゃ。とりあえず、上の方へ向かっていけば、よろしいのかしら。あのでっかい木のところに行くんかな？あのガチャがあったところ。行
くりしてなんかと思った。猫だ猫。ふみちゃんはいい子だからそんなところには入っていかないはず。これくらい奥に来ればレアな虫も見つかるかな。でもこの先には行けないし、この辺の木で探してみよっと。あたりの木を調べて虫を探そう。おお、いっぱい。これ全部捕まえるのめんどくさいね。あー、外れ。これは逃げるんやっけ。はぁ、2匹も逃げた。めんどくさいとか言ったからだわ。でもなんか難しくなったんですけど。さっきまでより難しいんですけど。でも多分、ミンミンゼミやけん。あれ？虫はいっぱいいるけど、レアなのはいそうにないな。取れても取れなくても関係ないということね。あ、開かれた。あれ？さっきまで閉まってたのに、さっきまでっていうか、今までよね。目の前で消えたよ。さっきどころじゃないよ。せっかくだからこっそり奥まで行ってみようかな。この奥に行けば、すごいのがいるかもしれないしね。ふみちゃんってそういう感じだったっけ？大森山でレアな虫を探してみよう。レアな虫なんてどこにいるのかな。やっぱりふみちゃんがジバニャンと出会うってことか。ってことはやっぱり私、ケータを動かしよった気がするな。どう見ても触っちゃいかん気やろ、それ。ほら、締め縄とかされとるし。そして、どう見ても中身まで石化してるようなガチャ。なんだろう、これ。こんなお金入れたらなんか出てこんくなりそうやのにね。入れろ入れろ。あ、な、何？今の声。入れろ入れろ。入れろ入れれば入れすんぼ。何かしら、この声。こんなん歌われてもね。すごい、そーっと、そーっと。入れても回さんと。来たよ、来たよ。若干ね、妖怪ウォッチワールド最近復活したんやけど、また、しばらく触ってない。ちょこーっと数日間やり込んで。私の名前はウィスパー。妖怪です。ウィス。拾った時の声はかっこいいよね。この場合私は主人公、ふみちゃんの方で設定したけんさ、あれなん？ケイタの方はモブキャラとして出てくることになる。何これ？ウィス。私の名前はウィスパー。妖怪です。ウィス。妖怪？そうです、妖怪です。時を遡ること190年前、あるお坊さんが私は悪霊だと決めつけ、石に封印したのです。なんということでしょう。190年ですよ、190年。長い。長すぎます。ウィース。変なの起こしちゃった。絶対に関わらない方がいいよね。帰ろ。そりゃ妖怪落としよう。おっと？ん？って、ちょい待ち。バレちゃった。話を最後まで聞きなさい。私、虫取りで忙しいの。おにゃ？びっくりはせんのやね。虫取りだけで満足ですか？もっと面白いものを見つけませんか？もっと面白いもの？ウィス。そう。妖怪探しなんて、いかがですかな？ウィス。妖怪探し？あなたにこれを差し上げましょう。妖怪ウォッチ？妖怪ウォッチを手に入れた。ちゃんと可愛い感じだよ。何これ、それは妖怪ウォッチ。それを身につければアンビリーバボー。なんと、妖怪の姿を見ることができるのです。妖怪が見える。妖怪が見える。え？でも、実際今ウィスパー見えとるのに。ここからびっくり。私、妖怪なんて見たくないよ。まあまあ、そうおっしゃらずに。何なの？お、消えた。あ、びっくりした。妖怪ウォッチに反応が。どうやら近くに妖怪がいるようですね。
あちらにある木が怪しいようです。調べてみましょう。あれやない。セミの。誰やった?セミ丸?これが妖怪レーダーだ。妖怪ランクもキャッチ。妖怪レーダー、スイッチオン。方向ボタンの上を押すと、ウォッチをレーダーに切り替えることができます。この妖怪レーダーを使えば、隠れている妖怪を見つけることができるんです。隠れている妖怪に近づくほど、レーダーの針は激しく反応します。レーダーの上には、その時反応している妖怪のランクも表示されます。この辺りにいる。すごい反応だ。レーダーが反応するあたりをよく調べて、隠れている妖怪を見つけましょう。これで。あ、違う。今もう出とる状態なんか。あ。何もいないけど。おっと、これは失礼。妖怪ウォッチは胸に下げるだけでは妖怪は見えません。妖怪ウォッチの横にボタンがありますよね。それを押していただくと。あれ?ケイタは普通にさ、なんか妖怪ウォッチ、時計みたいにつけとったけど、ふみちゃんは、あれなん?胸から下げるの?テクマクマヤコンって言い出しそう。蓋が開いた?それは蓋ではなく妖怪レンズ。そのレンズを通して見ることで、妖怪の姿を見ることができるのです。さあ、妖怪レンズを使って、妖怪を見つけてみましょう。妖怪レンズで姿を暴け。分析ゲージを満タンにしよう。何かがいる。文字が怖い。隠れている妖怪にレンズを合わせると、分析状態になります。レンズ周囲に表示される分析ゲージが満タンになると、妖怪発見となります。逃げる妖怪にレンズを合わせて、ゲージを満タンにして発見してください。妖怪の気配がする。なんかどのあたりみたいなのちょっとでももやっとした感じないん?ねえ、なんもなくね?あ、今何か。あ、もうちょっと、しっかり。なんか合わせるの難しくない?これあれやん。あの、何やった?忘れた。トホホギス。トホホギス。現れた妖怪に話しかけてみよう。セミじゃなかった。もしかしてこれも妖怪?気持ちよく眠ってたのにな。とほほ、邪魔されちゃった。とほほ、仕返ししないとな。かわいいけども。どうやら怒らせてしまったようですね。今にも襲ってきそうです。そんな、どうすればいいの?問題ありません。こんな時こそ、妖怪のお友達を呼び出すのです。妖怪の友達を呼び出すって、そんなのいないよ。いやいや。虫かごの中のセミをご覧なさい。あ、もう?セミ?セミがどうかし、何?セミが光ってる?すでに捕まえていたと。さっき捕まえたセミが変身した?拙者、セミ丸と申すみん。普段はセミの姿をした妖怪だみん。アイナ殿の見さばき、見事だったみん。惚れたみん。ありがとう。アイナ殿には拙者の妖怪メダルを差し上げるみん。全然話を覚えてないなぁ。妖怪メダル?セミマルはプリチーなんか。もう妖怪メダルをもらうなんて、なかなかいいセンスをお持ちのようで。そのメダルは拙者たちが友達になった証だみん。何かあったらそのメダルを使って拙者を呼び出すんだみん。すぐに飛んで駆けつけるみん。うん、わかったわ。ありがとう。セミマルと友達になった。セミマル。襲いかかってこないのね、トホーギス。いや、ニックネームはいいです。トホホ。話長いな。トホホ、完全に忘れられてるな。やっぱ長いなとか思うんやね。そういえばいたんだっけ。また捨てごめんね。かわいそう。お主の相手は拙者がいたすみん。手加減しないみん。トホホ。本気出すしかないな。アイナちゃん、バトルですよ。張り切って頑張りましょう。めっちゃトホホな感じでやられたくない?技コマンドで必殺技。容器満タンで技 OK。決めろ必殺技。妖怪は勝手気ままに戦いますので何もしなくてもバトルは進みます。バトルの大きな見どころ、それは技を選んで必殺チャージです。指示通りに操作して友達妖怪に容器を満タンにしてください。必殺チャージで技発動。ゲージ満タンにチャージせよ。強力な必殺技で敵の妖怪をやっつけちゃいましょう。戦う。あ、もう技 OK。回せ、回せ、回せい。なるほど、スティックを回す感じなんや。もげそう。なんか画面擦るんじゃないけんさ、めっちゃもげそうじゃない?ミンミン蹴り。勝利。
レベルアップ。お金がめっちゃさ、少ないんよね。もらえるの。びっくりした。いきなり襲ってくるんだもん。負けちゃったな。とほほ、焼き鳥にでもされるのかな？こんな喋る鳥を焼き鳥にはしたくないです。いくらなんでも妖怪なんて食べないよ。なんだか体に悪そうだし。とほほ、じゃあ許してくれるのかな？許すも何も、いきなり起こしちゃったのはこっちだしね。とほほ。君優しいな。とほほ、メダルあげちゃうな。かわいい。ありがとう。とほほキスと友達になった。ニックネームはいらないです。またまた妖怪メダルをもらうとは、執事としても鼻が高いです。ウィス。こうして友達が増えていくと、多くの妖怪メダルを持つことになります。ウィス。これを使えば、たくさんのメダルをすっきり収納することができますよ。妖怪大辞典を手に入れた。こういうのね、私、集めるのがとにかく好きなんよね。さすがだ、ミン。拙者の目にクリーはなかった、ミン。ではでは、アイナ殿。またお会いいたそう、ミン。ジバニャはまだまだ出てこんのか。また呼んでほしいな。とほほ、また会おうな。ぜひ。あれよね、一度に戦いに出せるの3匹までよね。妖怪と友達になっちゃった。これが妖怪大辞典だ。妖怪たちの秘密がいっぱい。妖怪大辞典はメニューから確認できます。集めた妖怪メダルや妖怪に詳しい情報を確認できますよ。妖怪大辞典の後ろのページはレジェンドページになっています。こういうのね、集めていきはするんやけど、詳しく見たことは一回もない。8枚のメダルを集めると何かが起こるかもしれません。どうです？少しは妖怪のことが分かってきましたか？また気取った喋り方に。まだ信じられないかな。まさか妖怪が本当にいるなんて。でも実際めっちゃ見まくったもんね、今。妖怪たちはあなたの暮らすこの町の至るところに潜んでいます。あんなところや。動いてる。これはこの人には見えてないよね。そんなところや。かわいいおばあちゃん。こんなところにまで、あなたの知らない妖怪たちがいっぱいいるのです。舞台めっちゃ広いな。これ全部動けるわけじゃないよね。妖怪ウォッチを使ってたくさんの妖怪と友達になりましょう。ウィス。ウィス。ウィスパー型に。お、続く。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、もう、私は全く話を忘れているわけだけども、ジバニャンとの出会いはまだですか？次回ぐらいかな？うん、多分、わからんけど。